大鎧トカゲは、波中交友輪目、鎧トカゲかスマウグ族に分類されるトカゲ。スマウグ族の模式種。南アフリカ共和国北東部最大全長40センチメートル。東道町15から20.5センチメートルと、鎧トカゲか最大種。種小名ジャイアンティアスは、巨大なのい。左右の尾光が開口する鱗は接せず、粉炭を覆う鱗と、額尾板は接する。 後頭部には、四条突起がある大型ウロコが4枚並ぶ。胴体背面は、筋状の盛り上がりのある大型の棘状ウロコで覆われる。大腿部に小さい穴の開いたウロコが20から24枚並ぶ。尾は、四条突起がある大型ウロコが、環状に並ぶ。背面の体色は、黄色や暗褐色で、不明瞭な暗色斑が入る個体もいる。頭部や体側面。 覆面の体色は黄色で、胸部に不明瞭な暗色斑が入る個体もいる。出産直後の容体は、全長11.5から15センチメートル。容体は背面に不規則な赤葛色の横縞、尾には、黄色や黒の横縞や、赤や大々色の反転が入る。2011年に、鎧と影かの核 DNA と、ミトコンドリア DNA の分子系統推定から、9。 鎧カ影属コーゲーラスが、偽鎧カ影属スドコーデラスやヘビト影属、茶前サウラを含まない偽系統群という解析結果が得られた。そのため、旧、鎧カ影属を六族に細分化し、本種を模式種とした新属スマーグに分類する説が提唱された。平坦もしくは傾斜の緩やかな草原に生息する。日光浴を非常に好み太陽へ向かいしを広げて、 警部を反り上げる姿勢をとり、この姿勢が英明の由来となっている。長さ1.5から2メートル、深さ0.4メートルに達する深い横穴を掘って生活する。危険を感じると巣穴へ逃げ込む。陶器は巣穴の中でじっとして過ごす。甲虫類やバッタ類、白アリ類などの昆虫、クモ、タアシ類、小型のトカゲ類などを食べる。飼育下では マウスの幼獣を食べた例もある。繁殖様式は体制。1から2頭の幼体を生み、出産期は夏季から秋季にかけて、出産間隔は各年、薬用になると信じられていることもある。トウモロコシやひまわり用の農地開発や石炭採掘による生息地の破壊、薬用やペット用の採集などにより生息数が減少している。飼育か繁殖個体が、 正規輸出された例もあるが、飼育か繁殖例の報告がなく、実際に飼育かで繁殖された個体が輸出されているのか疑問視されている。野生個体を飼育か繁殖個体と偽って輸出、あるいは別の国を経由して飼育か繁殖個体と偽って輸出されていると考えられている。1982年に、旧、鎧と影属単位、2017年からは、スマウグ属単位で、 ワシントン条約付属書2に掲載されている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。ありがとうございます。